はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨年末からですね、悪性リンパ腫で入院されてた笠井さん、笠井アナウンサーがですね、40日ぶりにね、一時帰宅されたようです。いや、よかったですね、おめでとうございます。まあ、その抗がん剤のね、1回目が終わって、まあ、しばらくして白血球の数がね、増えてきたので、一時帰宅の許可が出たとブログで記されていました。まあ、抗がん剤をするとですね、血液中の細胞がね、なくなっていく中でですね、その白血球という主に免疫力の細胞がね、なくなってしまうと、まあ、それこそ無菌室、クリーンルームですね、とかでしか生活できなくなるくらいにですね、人間の体というものはね、すごいね、弱くなってしまいます。しかしね、そんな状態ではね、この生命の維持をすることなんかね、まあ、到底できないので、輸血をしながらね、の治療になります。抗がん剤の効果がね、少しでも和らいでくるとですね、まあ、自分の体でもね、ようやくね、血液を作ることができるようになりますので、その白血球が作られてくるようになって、まあ、無事に数が増えてきたということですね。まあ、何回抗がん剤をしてね、悪性リンパ腫を撲滅できるかは分かりませんけども、まあ、このままのね、1回目のその抗がん剤でですよ、撲滅状態というか、まあその寛解ですね、寛解状態が維持できたらすごいいいですよね。あ、マスクをします。忘れてました。まあ、そんなね、その笠井さんはですね、まあ、帰宅する際のね、様子もね、ブログでね、明かしてくれました。まあ、病室のベッドの上でですよ、40日間もの間ね、過ごしてきたわけですからね、まあ、その抗がん剤の影響もありますけども、筋力の低下、体力の低下がね、すごい激しくてですね、その病院からね、外に出るためにですね、その階段を降りなければいけないらしくて、まあ、ほんの数段だったのに、膝がガクンとこう抜けてしまったようです。まあ、エレベーター使えよってね、まあ、ブログ読みながら突っ込んでしまいましたけども、まあ、僕もね、そんなことがね、ありました。まあ、階段はですね、用心して上り下りはしてたんですけども、僕も一時帰宅をね、した時にですね、息子がね、道にバーッと飛び出しそうになった時にですね、慌ててわーって追いかけようとした時に、膝がガクーンとこう、抜けてね、そのアスファルト、地面にね、バタンと叩きつけられたことがね、あります。まあ、おかげさまで息子はね、怪我もなく無事やったんで、まあ、良かったんですけども、まあ、自分はね、そのアスファルトに叩きつけられたことによってね、すごい痛かったです。まあ、そんなことよりもね、息子の方が大事なのでね、まあ、その病気をするとね、大事な息子もね、守れなくなるということでね、すごく悲しくなりました。まあ、そしてね、笠井さんはね、その後のその、ご帰宅の様子もですね、ブログで明かしてくれました。まあ、奥さんがね、唐揚げ作ってくれてたりとか、まあ、息子さんがね、パスタを作ってくれてたりとかっていうのをね、書いててね、僕は幸せだなーって、こう、そういう一文も書いてたんですよ。もう本当にそのね、幸せそうな感じがね、伝わってきました。まあ、抗がん剤のね、影響でのその、味覚障害ですか。まあ、その口の中のね、粘膜障害っていうのもね、笠井さん自身はまだそこまで影響なさそうなので、まあ、好きなご飯もね、食べれてるようでした。で、そしてまあ、次の日にはですね、病院に戻って、まあ、病室に着いた瞬間にですね、ベッドにこう、バタンってこう、倒れ込むように、爆睡したようです。まあ、疲労困憊ですよね、そらね。まあ、家で普通に生活してた頃とね、まあ、同じような動き方をね、してしまうんですよ。いけるんちゃうかなって、こう、心でね、頭でこう思ってしまうんでね。まあ、その抗がん剤をしたからというのはですね、先ほどの階段の話のようにですね、まあ、ありとあらゆるその、力、体力がね、失われてる状態になります。ブログをそのまま読み進めていくとですね、あと3ヶ月は入院予定とね、記されてました。
もうあと何回かはね、抗がん剤をやるんだと思うので、まあ、これがもうね、まだちょっとずつだと思いますけども、その体力の低下をね、感じることだと思います。まあ、僕の動画をね、まあ、このチャンネルをね、見ていただいている方の中で、もしね、今入院中の人がいましたら、まあ、これだけは気をつけていただきたいことがあります。まあ、抗がん剤でね、筋力、体力が失われている中でですね、その入院中はね、そんな体だからこそ入院中は安静にしていることが本当に大切なんです。あの僕みたいに病室でね無理なトレーニングとかね絶対しないでほしいとね思ってます。そうなぜかって言いますと退院できる頃にはね体力がめちゃめちゃまあどんだけトレーニングしてもね落ちてるんですよ。でも安心してください、安心してください。こうね家に戻ってから生活し始めたらですね勝手に体力や筋力っていうのは徐々にですけども復活していきます。本当に復活していきます。身をもって経験してきたからね言えることです。今は安静にしといてください。本当にね、まあ、ウォーキングというかその廊下をねちょっと歩きなさいよとはね先生に言われるかもしれないですけど、もう歩くだけでいいです。本当にもう変にね、うぜ伏せとか、壁をこう、ぐーっと押してみたりとかっていう、そんななんか筋力をつけるとかね、痛すぎるようになるまでこの柔軟体操とかもね、しなくても大丈夫なんで、とりあえず今は安静にしておくことが一番です。皆さん、よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。